の炎に抱かれてしはい、どうも、最近出す動画のネタがなさすぎてナイトルになってる男、カイトでーす。てか、圧倒的にあと編集時間が足りない。マジで一瞬で一日終わりすぎて作業が全然進まへん。やっぱりそろそろ一人の限界地点が見えてきたのかもしれません。今、編集マン雇うか、影分身の術習得しようかのどちらかで迷ってます。てことで今回、世界の有名なパクリキャラを紹介していこうと思います。前回の動画は面白いので、ぜひその動画とこちらに少しでもいいなと感じたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。それでは、どうぞ。ドラえもんといえばパクられる代表みたいなとこあるので、そちらの中国バージョンのやつ見ていきたいと思います。あれ、これ俺の持ちキャラムパイモンのパクリじゃね。おい中国。いや、ドラえもんの方のパクリで、まさかの一等身。通常の二等身だけでも不憫なのに、一等身は多分生活に支障でしかない。本棚の上の方取れないやつ。皆さん誰もが一度は見たことあるリンゴジュースとかのキャラで有名なクーですね。中国のパチモン、中国のパクリって元のキャラよりいちいちキモいのが謎。髪の毛なんで生やした？完全に頭だけ何兵じゃん。原作より老けとるやないかい。こちら有名な熊本県 PR マスコットキャラクターです。中国で新番組のマスコットキャラがくまモンに酷似し炎上。中国ネット完全にパクリ、メンツ丸つぶれだ。体毛の色変えただけ。これはパクリでしかない。制作者がおそらく気づいてたよな。こちらポケットモンスターシリーズに登場するキャラクターで、ポケモンを代表するキャラクターですね。それの海外版がこちら。モンスターになってる。ポケットに入らなそうなデカさ。これサトシの肩に乗ってたら肩脱臼するわ。こちらサトシたちも映った海外の画像ですね。顔の色迷子さんか。トレーナーっていうよりかはサーカスのピエロですよ。ウォルトディズニーカンパニーの代表的なキャラクターの一つですね。それの海外版がこちら。中国のミッキーおかしいよ。ハゲの抗体化現象始まっとる。なんでそのキャラが愛されると思った？元のエッサーに訴えられるぞ。お菓子などを主に販売する不二家のマスコットキャラクターとして使用されている架空の少女です。舌出してないから違います。いや、そういう問題じゃない。顔の原型もろ残っとる。そしてなんでその下半身チョイスなの？今日の朝トレンドになってた韓国で出た新作ゲーム、鬼滅の刃のパクリゲーム、鬼殺の刃見ていきたいと思います。がっつり鬼滅の刃感でしかない。偶然の一致でこんなんなるか。いや、てかタイトル似せすぎな。で、この開発会社の関係者に電話取材したところ、鬼と戦うという世界観と文字が和風という点で似ていると判断しているようだと、鬼滅の刃とは関係がない作品であり盗作でもないと主張しました。いや、そこまで言ったら認めんか。意見がいちいち白々しいわ。なんか他にもこう意味不明なキャラクターとか出ているんですが、禰豆子役のキャラクターがこちら。これアウトですね。ギャルゲーの世界観にちょっと入ったねずこ。で、最後にこのゲームのレビューどんな感じなのかなと思ってみたら、ロールプレイング評価とレビュー 1.7。 いや、めちゃくちゃ不評。最後まで見てくれてありがとう。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。